ヤマタノオロチだね。マジか。黄金屋を出た時に軍玉閣を見てなかったらどこに行けばいいかわからなかったな。間に合ったよな。渦の魔人はまだリーユエコーに上陸してないよな。お前たち、なぜここに？ん？あ、仙人たちだ。どうして軍玉閣にいるんだ？七星と喧嘩したって聞いたけど、もう解決したのか？互いの不満は一旦置いておいて、今は共にリーユエを守るべきだと、そうなったのよ。ふん。なるほどな。じゃあ何か案があるんだな。こんなにも距離が離れてるのに、あの渦の魔人をチラッと見ただけで息が詰まりそうだ。戦艦軍の新兵たちは立ち上がることすらできないわ。上古魔人の威圧は一般人にとって有害なようね。だからこそあの化け物をリーユエコーに近づけさせるわけにはいかない。怖い。2000年前の魔人戦争はこんな敵と戦ってたのか。今ここにいる七星、戦艦軍、それと仙人たちの力を合わせればあの魔人を倒せそうか。話し合ったけど、それはわからないわ。嘘だろ。方法はある。奇襲機の件で七星を悩ませたようだな。せっかく奇襲機を作ったわらわがこの場にいるのだ。仙人の装置、凡人には分かるまい。だがわらわが少し手を加えれば想像を超える改良もたやすいこと。これも仙人との縁かしら。ここにいる仙人たちも装置に戦力を注ぐことができるはずだし、これで新奇襲機で魔人と戦えるわ。善は急げ。今が決戦の時よ。作戦開始。私が奇襲機を操作してる。ファデューに邪魔させるな。動ける兵士は私についてきなさい。オイラたちも手伝うぞ。数千年ぶりに魔人との手合わせ。ちょっと待った、めっちゃ狙うじゃん。お前たちの本気を見せてくれ。さあ、しかもファデューの子強いやつらばっかしか。右か。判決を下す。静かに。逃げられねえぞ。
君に。うい。渦の魔神オセロ、その真力だ。我々は知っている。注意して避けろ。避けるの？元気出してよ。バディが攻撃を早めてます。やるわね。この剣が終わったらそうやすやすと許したりしないわよ。硬すぎる。元気を出しておくれ。これって戦力？この光、鉄雲のものだって同じ。うわ、ヴィンバーヤの衝撃波だ。衝撃波めちゃくちゃ強いな。ただ近づけない。燃やす。さらきついね。キリンの血はあなたを守ります。安心して本気で戦ってください。魔人戦争の時も私はこうしました。こんな一面もあるのか。夜叉の名は敏捷を意味する。我が戦力を持ち我のように走れ。速すぎ。ボイド速度アップしてる。ジクショジクショ。待て待て、見えない見えない、攻撃が見えない見えない。いた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 。みんなを守るからね。そう、見えないのはきついよ。魂と筋骨を持つ子供たちなら三種の戦力に耐えられるかもしれぬ。痛いかもしれませんが我慢です。適応したら使ってみるといい。お、強い強い。いたね。判決を下す。みんな気をつけて。魔人の力はおそらく極限まで高まっています。つまりやばそうだね。これさえ耐えればあとは平気。そうよね。来た来た。判決を下す。裁きを意外と避ける。受けよ。おお、また来てる。早い早い早い、ペースが早い、ペースが早い。火炎よ、燃やしつけ。軍玉閣に登るパデリが減ってるわ。もう少しの辛抱だ。さあもうちょい。ここが片付いたら仙人たちも安心して戦えるぞ。
これは取れない。おお、当たった。邪魔者は消えた。ようやく本気を出せる。気をつけろ。奇襲機が壊された以上反撃は厳しい。しかし軍玉閣は最後の砦です。いずれにせよもう後には。私に策があるわ。教皇様、それは軍玉閣を放棄する。どういう考えで。わかった。旅人、助力を願おう。さらば、我が友、今日の別れはいつかの再会のためでもある。不吉な気配は確かに消えたな。禁忌滅却の札の力は永久ではない。奴は軍玉閣によって再び古雲閣のもとに封印されたようだ。渦の魔人でも簡単には逃げられぬ。ご協力感謝します。皆様がここにいなかったらリユエコーはどうなっていたか。今さら機嫌を取らなくてもよい。わらわたちとて偶然ここにいるわけではない。忘れたとは言わせぬぞ。リュウンや、そこまで言わなくてもよいじゃろ。行幸が商売を始めた時から限りある収入で軍玉閣の建設に取り掛かったと聞いた。最初は一部屋だけだったのに増築を重ね、今のような宮殿を作り上げたそうじゃ。彼女にとってあれは商人として、そして七世の支えとして、また彼女の人生そのものであるじゃろう。軍玉閣が壊れたのは彼女にとってはかなりの痛手じゃろうな。これほどの協力と犠牲は称賛に値するはずじゃ。いいえ、交渉の手段として使えることこそ誉れです。あ、私のためにわざわざありがとうございます。皆様がここにいらした理由も分かってます。しかし譲歩はできません。おや、3700年、皆様が帝君とリユエを守る契約を結んでから3700年が経ちました。リーウェの土地は盤石のように固く、1000年前と少しも変わりありません。
しかしリーウェはまだ3700年前のリーウェというわけではないんです。この土地だけではなく、この都市、そして人々にも目を向けてください。我らの守り方を疑っておるのか。そういうわけではなく、先輩方にもう一度リーウェのために考えてほしいのです。先輩とはな、わらわたちにとって七星など先輩後輩もないわ。今朝帝君の夢を見ました。私は凡人だけど、七星としての契約がある。歴代七星の積み重ねは必ず価値のあるものになる。帝君の導きのもと、私たちは人間の世界で必死に生き、貿易という名の契約の網を作ったと夢の中で彼に伝えたかった。でも目が覚めるまで何も言えませんでした。京子、傍観者としてお前たちはどう思う？そうだね、守られる側と衝突が起きるとね、取り返しは効かないよね。そうだな、これはモンドで起きたこと、四風守護と風神の民の間の話だ。風神は彼らの対立を止めたかった。対立が残すのは心の傷だけ、メリットは何もないから。属性の七国それぞれ難点があるのね。確かに簡単な道理だが、仙人として協力してくれた異邦人の行為を無駄にはできぬ。まあこの都市の人々に目を向けてほしいと行幸も言ったんじゃろ。バーヤはそうした。あんたたちもしてみないかい？皆様、この度はありがとうございました。何者だ？仙岩軍隊長アイガン、礼を言いに参りました。これが最後の戦いになるかと思いましたが、皆様のおかげで最悪の事態は免れました。私は一兵士ですが、これからも全力でリーウェを守り、このご恩をお返しします。あれ、みんな元気ないね。あの怪獣を倒したのに。怖くなかったのかい？危なかったんじゃよ。怖くないよ。仙岩軍のおじさんたちも、神の目を持つ大人たちも、あとリーウェのみんながいるもん。危険な時みんなちゃんちゃんを守ってくれる。普段も美味しいものや面白いものを作ってくれるもん。あ、そこのお兄さん、守ってくれてありがとう。次の怪盗祭また来てよ。いけないな。え？いけない、我は仙人だから。そっか、仙人も大変だね。みんな、これが今の時代じゃ。契約の国は仙人に感謝せねばならん。しかしここ数年、仙人の力を頼らずとも、リーウェは安定しておる。凡人と呼ばれた人々は無力じゃが、思いは強い。神とリーウェの契約は昔のことじゃ。今はもうリーウェと人の契約の時代じゃよ。港にいるだけで違和感を覚え、しっくり来ぬぞ。お前はどうだ、リュウ？わらわに聞くな。先に避難を言い出したのはわらわではない。あれ、仙人たちの雰囲気がなんだか変わったぞ。戻ろう。コーマ大勢。コーマ大勢の意図はわかるぞ。久しぶりのリーウェ、記憶と大きく違う。私がここの契約を理解したとき、
リーゆえはまた違う顔を見せるだろうな。まあよい、帰るぞ。ふん、皆がそう言うなら我も執着はせぬ。だが我らが去った後、リーウェ七世が横暴な振る舞いをせぬか心配だ。さあさ、昨月も戻るがよい。その監督の権利はリーユエ万民に任せるんじゃ。人間と仙人の危機もこれで無事終了だな。あ、そうだ、まだ一つ解決してないことがあるんだった。この危機、孔子が魔人を呼び起こした理由は元王帝君をおびき出すためだったよな。危機は去ったけど元王帝君は姿を見せてない。あの神の死は一体どういうことだったんだ。わからない。オイラたちが準備した送る相手のいない操船儀式が今唯一の手がかりかな。とりあえず往生堂に行って勝利に聞いてみよう。はい、ということで、今回はここまでとなります。いやー、ボス戦ラッシュだったね。なかなか大変だったけど、まあ、とりあえず次回は勝利のところに行ってというところかな。いやー、マジで世界ランク上げてたらえぐいこと。とりあえず、またキャラクター育てて頑張ろうかな。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またねー。